私、踊り鳥が欲しいんですけど、踊り鳥を出していただけませんでしょうか。お得な掲示板。いろいろ集めた木の実はポケリゾートにあるスクスクリゾートで栽培できます。あ、そういえばなんかポケリゾートで育てれるってコメント欄で書いとったな。あゆなはダイブボールを見つけた。まあ、こういう、びっくりしたあれはカップルですか。海に入るとナマコブシとかタニゴにつつかれちゃうの。腹筋腹筋。なんかバカップルっぽい感じが。水着カップルのユーミとフミヒトが勝負を仕掛けてきた。お姉さん美人だねお、ヤドランとゴルダック。あ、いいねいいね、なんか昔ながらのポケモン。ここはちょっと、お、ゴルダックの脳天気。ヤドランは思ったよりもすごいでかいな。よし、ピカチュウを入れ替えます。そしてアシレーヌはどうしようかな。アシレーヌはこのまま行くか。ムーンフォース。ムーンフォースって使ったことあったかな。一回ぐらいあったかもしれんけど。よし、カビゴンはとりあえず戻ろう。そして、一系ピカチュウ。ちょっと、体力的にあれやけど。あ、一回だけ多分あったかな。一発。さあ、あとはヤドランだけを頑張ろう。お、アシレーヌがレベル46に上がった。やったね。お、トリデプスがレベル39。思念の頭突き。頭突きなのそれ。なんか口から吐かんかった。気のせいかな。おし、ピカチュウは、ジェットパワーをお見舞いしてやろう。ヤドランに。そしてアシレーヌは、ムーンフォースを。さあ行くよ、ピカチュウ。もう完璧に踊りも覚えとるね。ピカチュウが解き放す全力の Z 技。行くよー。必殺のピカチュウと。よし、効果は抜群だ。じゃあここでちょっとお手入れを。もうナマコブシがお尻にくっつくから、僕もゴルダックも周りが気になってコダックみたいなポーズしとるけどほい、それじゃあめっちゃなんか燃えよるけど。はい、アシレーヌ大丈夫かい。パチパチ燃えてるけど、ずっとこんな状態やったん。それはちょっと辛い。どう？待って、消えた消えた。まだ多分治ってない、治ってない。ほらほらほら。あ、もうすぐ治るかな。よし、オッケー。あー、いいね、かわいいね。ヤドランが尻尾を噛まれたように、私もポケモンがくっつくの。ナマコブシが？ビーチでデートすれば彼女の水着が見れる。そう考えていたのに、彼女ずっと鍛えています。あ、彼氏が鍛えようって言ったわけじゃないの？ほい、それじゃあ、多分こっち側に。お、スターミーがおるよ。ポケモンをたくさん捕まえてパソコンのボックスに預けておくと、ポケリゾートの開発が進むよ。あ、そうなんや。へぇ、連動しとんや、なんか。デュア。預けたポケモンがポケリゾートに生きよるってことかな？違うんかな？パソコンの中身とつながっとるとかいうことはないか。よくわからんけど。16番道路、とりあえず、回復をしましょう。ほい。あなたのポケモンを休ませてあげてください。それではお預かりいたします。お預かりしたポケモンはみんな元気になりましたよ。またのご利用をお待ちしてます。ありがとう。なんかめっちゃ話し込んどるけど。科学の力は倒された味方の特性に変化して同じ特性になるのね。レシーバーは倒された味方の特性を受け継いで
同じ特性になるんだよ。よくわからねえ。お、エーテル財団の人やない？あんたトレーナーでしょ？ちょっとバイトしない？いいですよ。あたし、ミミッキュってポケモン情報が欲しいの。だからさ、あんたちょっとミミッキュを捕まえてくんない？でさ、図鑑のデータをちょちょっと見せて欲しいの。ズタ袋かぶったみたいなやつがメガヤスの跡地にいるはず。そいつがミミキだからよろしくお願いね。うまくいったらちゃんとアルバイト代払うからさ。あ、あの子、野生でもちゃんとおるんや。カフェによって同じ飲み物でも味わいが違いますね。まあ、作る人が違ったらそういうことかな。まあ、機械じゃなかったらそうよね。どいね。なんかみんなの泣き声がよくわからない。ひどいで、どひどいでの特性。人手なしは毒状態のポケモンへの攻撃が必ず吸収に当たるのさ。ひどいね。まあ人手なしだからしょうがないよ。んで、あ、光よる。不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。いいね、いいね。順調に集まっていきようんやない？サメ肌のジェットなら岩をも壊せる。ケンタロウとサメ肌の正面衝突、どっちが勝つ？え、どっちやろ？わからん。それ陸上か水上かによって違うんじゃないかな。16番道路、ただひっそりと。ただひっそりとなんだい？ここには特に何もないっぽい。じゃあちょっと木の実を拾っとこうか。お盆の実を手に入れた。そして、七種の実を手に入れた。そして、七種の実。この先、裏裏の花園。裏裏の花園。お、ブーバー。ブッブッブー。踊り鳥をフォルムチェンジさせる蜜は花園ごとに違うんだよ。裏裏の花園に手に入る蜜だと、どんな姿になるかな。踊り鳥自身も出てくるかな。うわ、なんかすげえ怪しげな。なぜ花園にゴルファーかと思ったね。謎を解きたければ、花園のトレーナーをみんな倒してよ。謎を解きたければと言われても、ゴルファーということもわからなかったよ、言われなきゃ。不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。あ、あっこ蜜取れる。ね。これこれ。あ、下に行かなきゃ取れねえのか。なんかめっちゃ踊り寄る人おるんやけど。これ。もう、トレーナーがいたら勝負したくなっちゃうでしょ？しなくていいよ、別に。ダンサーのミレイが勝負を仕掛けてきた。踊り鳥。お！あ、これ？あ、すげえ、フラメンコ踊り出しそう。ね。へえ、踊りの種類が変わるわけね。あ、これはこれで可愛い。いいな、いいな、いろいろと。踊り鳥のさ、この、何？フォルムチェンジやっけ？それって何種類あるんやろ？今私は一種類しか捕まえてないわけやけど、なんか前にさ、街中で、花の蜜をゲットしたやん？あれを使ったら、違うフォルムにチェンジするわけやろ？で、ここのがあって、一応今までに3種類踊り鳥を見てきた。これで全部かな？気になる。気になるよ。でもやっぱりさ、全部のフォルムが欲しいけん、そのフォルム分の踊り鳥が必要やね。てか、ここの場所で踊り鳥を捕まえれば、まあ、あのままのが手に入るわけやろ。もう、踊りなら負けないのに。残念、これはポケモン勝負なんだ。そして、あゆな、紅の蜜を見つけた。やったー、ゲットゲットー。ん？踊り鳥か？あら、チュリね。なんかあの、花園のチュリネ率高くない？あっこ歩きよるのも多分トレーナーやな。キョロキョロしよる、こっちも。あー、こなんか、道具落ちとるやん。花の蜜に誘われて踊り鳥以外もやってきて。トレーナーということかい？ OL のマリコが勝負を仕掛けてきた。OL さん、ポケモン勝負なんてしなくていいじゃないか。3匹も持っとるし。おし、ここはアシレーヌで。わ、すげえ、超晴れた。日差しが強くなった。ついさっきまでめっちゃ霧に囲まれとったのに。ね。おっしゃ、行くよ。ハビゴン戻って。
アシレーヌ。ほら、超いい天気。超いい天気ってことは、あれじゃない？水タイプちょっと弱まらん？大丈夫？押し Z パワー。わだつみのシンフォニアを。ここの場所で来てなんか意味あったんかな？まあ、とりあえず、トレーナーたちを倒していこうということかな。それか、ここを抜けれるってことかな。抜けて、ポーの街？わからんけど。よし、効果は抜群だ。さあ、次は？お、ピカチュウがレベル48に上がった。そして、イワンコがレベル44に上がった。お、リーフィア。リーフィアってことは、入れ替えよう。ウィンディーで行くよ。アシレーヌ戻って。いっけ、ウィンディー。いやー、やっぱりかわいい。EV の進化系はどれもかわいいよ。おーし、ウィンディー、火炎放射。ごめんね、可愛いとか言いながらも、全く手加減せんけど。おし。ウィンディがレベル43に上がった。次は次は、お、アズマ王。アズマ王ということは、入れ替えます。ピカチュウ。さあ、出ておいで。よし、行くよ。うん、久々に見たけど、やっぱり可愛くない。トサキントは可愛いのに。ピカチュウ、ボルテッカー。よし。効果は抜群だ。何が可愛くないやろうな、アズマ王。謎やね。花園に佇む OL、絵になるでしょ？そうでもないよ。佇むっていうか、キョロキョロしてたし。花の蜜が美味しすぎて踊りで姿変わっちゃうのよ。美味しすぎて変わってるの？へえ。とりあえずちょっと、そこにある道具を取らせておくれ。お、また野生のチュリネ。私踊り鳥が欲しいんですけど、踊り鳥を出していただけませんでしょうか。さあ、あれを拾ったらちょっとちゃちゃっと戻る。リピートボールを見つけた。リピートボールってなんだ？あ、この周りもしかして花ないんじゃない？気のせいかな。お、野生のレディアン。しかしレディアンは私持っているんだ。よし。そして、あ、そこにも花の蜜が。最強強いポケモン何か知ってる？最強に強いポケモン、なんやろ、やっぱ伝説のポケモンとかじゃない。いや、島の守り神？カプコケコ？ミニスカートのリノが勝負を仕掛けてきた。お、ニューラ。いいね、いいね。あれ？ニューラのさ、何？頭についとる、あのピンクの羽みたいなやつってさ、もっと長くなかった？気のせいかな。ねえ、もっと長かった気がしたんやけどな。こんなんやったっけ？なんかすごいちょうどいい感じの長さになってしまっとる気がするけど。アローラバージョンってこと？そして行くよ、カビゴン。Z パワーを体にまとった。全力の Z 技。カビゴンってさ、なんか、下にしか歯生えてないんかな。上側に生えてないよね。口閉じてもなんか下から出とるし。いけーい。よし。みんな結構いいポケモン持っとるな。ネッコアラ？何それ？コアラ？
かわいいかな。あ、かわいい。ネッコアラの絶対眠り、なんだそれ。起きないの？よし。何タイプなんやろ。のしかかりでいく？いや、ギガインパクトでいってみよう。え、なんか超かわいいんですけど。いいな、いいな、欲しい、あの子。ギガインパクト。ごめんね、一発。ずっと寝てんだね、ほんとに。お、経験値777やっていい感じやん。カビゴンがレベル48に上がった。ミニスカートのリノとの勝負に勝った。最強だけどちょっと違うなぁ。でも最強なんや、ありがとう。もふもふしてるのが最強のポケモン。あ、そういうことね。個人的にってことね。そこのアイテムが欲しいんですけど、こっちから回っていかんといかんのよね。ん？こっちなんかある？何かありそうな感じが。すごくする、やっぱり。スペシャルガードを見つけた。おし、オッケー。じゃあちょっとそこに降りて、そう、一番奥だな。はーい、行けるかと思ったけど。まあ、でも往復せんといかんけん、多分。お、なにこれ、野生のアブリボンが飛び出してきた。かわいいんですけど。なにあの子。あ、アブリーみたいな感じ？なんかそんな名前じゃなかった？違ったっけ？なんか間違えとるかもしれんけど、なんかそんな感じの名前のポケモンおったよね。アブリー？なんかニュース番組エブリーと間違えてないよね、私。カビゴン手加減。それの進化系じゃないかなって思ってんけど違うかな。なんかマフラーみたいな名前とるね。おし、行くよ。スーパーボール。いけい。さあ、捕まってくれ。おっしゃー。やったー、炙りボーン捕まえたの。まあ、これで登録されたらわかるか。炙りボーンのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。あ、ほら、やっぱり炙り、あっとった、あっとった。あ、じゃあこれで、ビンゴー。やったね。ビンゴー！同じページのポケモンが全部埋まったろ。アブリボン、釣りアブポケモン。アブリボンの花粉団子は栄養満点のものもある。サプリメントとして売られることも。へぇー。まあ、最近8系のとかもいろいろあるよね、サプリ。マヌカハニーとかさ。なんかよくわからんけど。アイナはビビリ玉を見つけた。びっくりした、一瞬ビリリ玉かと思ったよ。アイテムじゃない。ほい、これで紅の蜜を見つけた。二つ目やね。踊り鳥を、あー出てこない。踊り鳥が欲しい。きっと野生も出てくるものと信じとんやけど出てこんのかな。ここを抜ければ、フォーの街ってことかな。んてかもう全部やっつけた、私。向こう側にも行けそうな感じするけど、あ、多分あっちになんか、ちょっと待ってね。とりあえず、もうさ、あれじゃない？トレーナーは全員倒したんじゃないかな。気のせいかな。多分倒したよ。おお、おめでとう。花園のトレーナーみんなに勝ちましたね。じゃあ謎を解いてあげよう。僕がここにいる理由。それは君みたいに見込みあるトレーナーを待っていたからだ。なあ、君。僕と一つポケモン勝負といかないか？いいですよ。僕は火炎玉手道具を作った作戦、使った作戦が得意なんだ。燃えるゴルファー。渾身のショットだ。ゴルファーと戦うの初めてじゃない？お、来た来た。ゴルファーの司が勝負を仕掛けてきた。なんか目に光が宿ってないけど大丈夫？お、ハリテヤマ。なんかハリテヤマ持っとるトレーナー多いな。よし、それじゃあ。やっぱないんよね。そういえばないんよね。トリポケモンとかおったかな、私。あー、今は釣れていない。ということはだ。のしかかれ。カビゴン相手じゃ、カビゴン相手じゃない。ハリティヤマ相手じゃ、ちょっと、のしかかり一発じゃいけんかもしれんけど。さあ、頑張って。のしかかり。あー、くそ、二発か。
二発やった。お、反動が。反動じゃない、やけどか。いけ、壁ゴンのしかかり。おっしゃー。さあ、もう一匹は？もう一匹持ってるでしょ？お、風鈴。このままでいきます。おー、いいね、いいね。てか思うけどさ、フーディンからのユンゲラーってさ、大して見た目変わってないよね。え、なんか私の、なんていうん？思っとる限りでは、なんかフーディンからユンゲラーになったら、このおでこの真ん中に赤い星がつくだけって感じなんやけど、他になんか違いある？やっぱり燃え尽きています。何がやっぱりだったのかよくわからんけど。うん、見込み通りだよ。君なら僕の考え、ん？火炎玉を受け継ぐ資格がある。うんうん。ここで待っていてよかった。さあ、火炎玉だよ。ありがとう。アイナは火炎玉を手に入れた。火炎玉って何？技じゃないんや。はい、これでよし。年のせいかゴルフにドハマりしちゃってさ。トレーナーとして燃え尽きて火炎玉も使わなくなってね。癖強いけど役に立つしさ。存分に使っちゃっておくれ。ありがとう、おじさん。機会があれば使わせてもらうね。で、向こう側に、多分こっちもね、アイテムが落ちとると思うんやけど、じゃなかったらね、なんかこれ、意味ありげすぎる道が。あ、ジガルで。あったよね。来た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 。野生の踊り鳥。やったよ。ここを去ろうとした時にやっと出てきた。やったね。ああ、もう一種類も捕まえときたかった。じゃあ手加減でいくよ。さ、カビゴン。カビゴン手加減。もう一回ぐらいいくかな。さあ手加減。何それ、フラフラダンス。そういえばもう一匹のやつはフラダンスのやつやったよね。大丈夫？いける？よし。ちゃんと手加減するんだよ。混乱してるからって。オッケーオッケー。来るな、来るな、来るな。よし、オッケー。さあ、行くよ。スーパーボール。さあ、来い。出てしまった。ダメ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 、もう一回。さあ行くよ。スーパーボール。さあどうだ、今度こそ。来い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 。出るなよおい。ほんとあとちょっとやったのに。羽休めなら私のスーパーボールの中で押し。ああ回復した。カビゴン、ちょっともう一回手加減を。誘惑されてんじゃねえよ、カビゴン。おっしゃ、いけ、手加減。おし、それで次こそ、スーパーボールを。もう速攻で出てくるんですけど。でも体力的には別に問題ないよね。そう、そんなに捕まりたくないのか。この子は何タイプだ？ちょっと、いまいちよくわかってないけど。飛行タイプだけでいいんかな？炎とか入ってるかな？勝手に色だけで判断するけど。あ、混乱した。待って待って。ほら、ちゃんと。自分を攻撃してんじゃないよ。あ、もうどんどん回復していく、どんどん回復していくって。カビゴーン、もう全部回復したんじゃないあれ。手加減。くそ、急所に当たればよかったのに。急所に当たって1だけ残すっていう。あ、ダメダメダメ、繰り返す繰り返す。もうほら
羽休め、羽休め、羽休めってめっちゃ羽休めまくりおるけん。ほら、繰り返すよ。一発で1まで持っていかんかったら絶対繰り返すよ、これ。あ、でも若干減ってきよんかな。よし。よし、次いける。あ、カビゴン。大丈夫、いける？ちょっとカビゴン。カビゴン、手加減を。あー、往復ピンタやられる。頑張って、耐えてね。よし、いけ。よし、手加減。そして次こそ。結構長い間この子にかかっている。よし、スーパーボールだ。そろそろ入ってくれてもいいんじゃない。私がどれだけ君が欲しいか。ボールを変えてみた方がいいかもしれないな。よし、オッケー。ね、何ボール。違うな。ゴージャスボール、スピードボール、ヘビーボール。あ、タイマーボール。なんかさ、でもあれよね。なんかさ、もうハイパーボールも、フレンドリーショップで買えるようになっとるはずやけん。もうハイパーボールでいいんじゃね？よし。いけ、ハイパーボール。さあ、お願い。ハイパーにしてあげたから。おっしゃー。やったー、踊り売りを捕まえたぞ。ほんとにやったー。踊り売りにニックネームはつけません。ふぅ。そっか、一応同じポケモンやけん。書かれることはないのか。不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。ん？こっちなんか出ていけるんかな。あれ、この人はトレーナーじゃないの？朽ち果てた神殿。過去に何があったのかしら。ここ？朽ち果てた神殿。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。